大谷は出場したいだろうが、韓国に向かわせる予定はない。3月20日に韓国で開催予定の MLB 開幕戦、チケットの販売や転売問題なども話題となっていますが、それ以上に米メディアを賑わせているのが大谷翔平選手の開幕戦出場辞退論、手術明けという事情があることから、ドジャース首脳陣は大谷選手のお披露目を韓国遠征後の3月28日に予定しているというのです。全162試合のうち韓国での2戦を避けると見られる大谷選手、果たして当の本人はどのような思いを抱えているのでしょうか。韓国での開幕戦、そのデメリット。3月20日にドジャースとパドレスが戦う開幕カードは、球場の収容人員が2万人にも満たないことも相まって異常なまでのフィーバーぶりを見せています。大谷選手や山本由伸選手だけでなく、ダルビッシュ選手や松井裕樹選手、韓国出身のキム・ハソン選手など、嫌が応でも盛り上がりを見せる中、大谷が韓国に来ることは 100% ないという、早くも水を差すような話が持ち上がっています。ある韓国プロ野球関係者は次のように述べています。関係者の間では、すでに大谷は来ないことが規定路線となっている。大きな手術をした後で、チャーター機とはいえ長距離移動、時差がある国でのプレーになるから、その分調整は難航するだろう。体に問題がなければ別だろうが、肘の状態を探りながら復活を目指していく過程で、キャンプ地のアリゾナから寒いソウルでプレーし、再びアメリカに戻るというのは現実的ではない。WBC の日本ラウンドに出場し、結局怪我を負うことになった去年と同じようなことをするだろうか。ドジャースフロント陣は、そのような選択は絶対にさせないだろう。全部で162試合のうちわずか2試合で、無理に大谷を起用する理由は全く見当たらない。スポーツ界の宝でもある大谷選手を保護する意味合いも込めて、開幕戦の出場は辞退するだろうと述べた関係者。また、長年ドジャースファンを務める日本人ジャーナリストもこう分析します。開幕2連戦の前には、韓国代表や韓国球団との練習試合も組まれていますからね。ただ単に3月20日に試合をして帰ればいいわけではない。ましてや、韓国のピッチャーは大谷選手との対戦が実現すれば、腕試しとばかりに全力で向かっていくでしょう。総じてコントロールは良くないので、怪我や打撃の調整への悪影響もあります。こうした意味でも、アリゾナに残って調整するのがベストではないでしょうか。ドジャースは韓国遠征後の3月28日に、本拠地ドジャースタジアムで米国開幕を迎えます。まずはカージナルスとの4連戦、次にジャイアンツとの3連戦。球団としては、この7試合の間に地元ファンに大谷選手をお披露目したいところでしょう。興行としての宣伝効果が薄れてしまうことに配慮し、ギリギリまで公表はしないでしょうが、すでに大谷選手が韓国に行かないことは内々に決まっていると言われています。3月でも気温が30度近くになるアリゾナやロサンゼルスという本拠地で調整に万全を期し、満を持して新天地での初戦に臨む。各関係者がこう分析するように、ファンの間でも大谷選手の開幕戦自体を進める動きが広がっているようです。無理に韓国に行く必要はない。長きにわたるメジャーリーグの歴史上、初めてソウルで開催される開幕戦、地元の野球ファンは大盛り上がりのようですが、一部の日米野球ファンは大谷選手をはじめとする日本人選手たちに参加してほしくないという意見を持ち合わせているようです。ロス在住の往年のドジャースファンは、3月28日の本拠地開幕に照準を合わせてほしいと語っています。この時期のソウルは寒くて遠い、絶対に参加してほしくないのが我々ファンの総意だよ。ましてや試合が行われる公爵スカイドームは収容人数が1万6000席、アメリカの高校の試合でもそれより多い球場がザラにある。現在も大々的な補修工事をしているそうだが、韓国特有の足を引っ張る文化によってどんな問題が生じるかわからない。大谷を守るためにもどうにか出場を辞退してほしい。このように韓国での開幕戦出場に疑問を呈するファンがいる一方、当の大谷選手本人は、打撃練習は12月初めから再開しています、この程度ならいいペースだと思うし、予定通り春季キャンプとオープン戦を消化すれば開幕戦の準備は完璧に終えることができると思います、と
ドジャースの入団会見にて開幕戦出場に対する意思を明確にしています。もともと開幕戦をアメリカではなく他国で開催するようになったのは1999年にメキシコで行われた開幕戦が契機でした。それ以降2000年には日本での開幕戦、2019年にはイギリスなど、野球人口の拡大とグローバル化というメジャーリーグの理念のもと、世界各国でレギュラーシーズンの開幕戦が催されています。未だ記憶に新しい WBC にて大谷選手が発言したアジア野球の発展と合致する部分が多く、だからこそ何が何でも韓国での開幕戦に意欲を覗かせているのかもしれません。とはいえ大多数のファンが手術明けの状況や長距離移動などを理由に無理をしてまで遠征してほしくはないと願っているのも事実。大谷選手の本心は今も開幕戦出場に傾いているのでしょうか。大谷選手最大の目標とは。昨年末に NHK が公開したスペシャル番組にて大谷選手は自身の目標について次のようにコメントしています。環境になれることもそうですけど、まずはチームの一員になって優勝を目指して頑張りたいなと思いますし、その先にその後の9年があると思うので漠然とは描いてますけど、まず一番は今年かなと思ってます。まずはポストシーズンに出ること、その先で勝っていくのがその次かなと思います。ピッチャーとしてはもちろん2度目の手術なので、おそらくもう一度同じ症状になったら配置転換、例えば野手、どこのポジションかわからないですけど、そういう風になる。バッターとしては肘はあまり関係ないので、膝であったり腰であったりとか他にもっと負担のかかってくる場所というのがあるので、そこをまずケアしながらどの程度できるのか。さっきも言いましたけど10年間やるというのが一番の目標です。まずそこをしっかりクリアしていくためのプランを球団と共に、お医者さんもそうですけど一緒に考えながら作っていくということですかね。このように大谷選手本人から出た配置転換という言葉、もしもう一度肘を手術するような事態に陥れば、今のスタイルの二刀流、先発投手と指名打者で毎日試合に出続けることはかなり難しくなります。しかしそれと同時に大谷選手は2023年のインタビューで、どんな形の二刀流のスタイルがあってもいいと話しています。具体的には野手で出場しクローザーで出るタイプ、あるいはファーストを守った後にリリーフで投げて再びファーストに戻るタイプなどを事例として挙げています。前者は WBC の決勝戦で実現しましたが、後者も大谷選手がファーストを守ることになれば実現するかもしれません。少なくとも大谷選手の頭の中には選択肢の一つとしてあるということがわかりますね。二刀流の挑戦がいかに過酷であり、いかに偉大であるかを改めて実感しますが、野球を世界に広めたいという夢を応援しつつ、10年間ドジャースで怪我なく過ごしてもらうためにも、韓国での開幕戦を含め、無理なくコンディションを整えてほしいですね。日本人選手は誰一人出場しない。手術明けの状況や長期にわたる遠征を理由に開幕戦の出場が危ぶまれている大谷選手、山本由伸選手やダルビッシュ選手、松井裕樹選手など、その他の日本人選手もやはり韓国での開幕戦は回避するのでしょうか。米大手マネジメント会社の代理人は最新事情についてこう述べています。3月28日にドジャースタジアムで行われる4連戦から大谷を起用したいと球団が考えていることは間違いない。これは山本のケースでも同様だ。まだメジャー1年目で不慣れなキャンプを過ごした後に韓国で登板することは大谷がプレーすることと同じぐらい考えづらい。球団は12年で480億円という巨額投資をしている。ゴームス GM は山本の契約を長期の賭けという表現を使っていたが、万が一のことがあってその賭けに負けることは許されないだろう。メジャーでの経験という点では13年目のダルビッシュも申し分ないが、こちらも韓国での登板に否定的な意見が少なくない。去年の WBC では調整が早めになったこともあって相当無理をしていたと本人も言及している。とはいえダルビッシュはパドレスの中心選手、顔見せ程度で韓国に行くことはあるかもしれないが投げる可能性は低いだろう。今後も長く貢献してほしいという球団事情を考えればダルビッシュに負担はかけたくないというのが球団の本音。
日米韓のメディア注目の開幕2試合ではあるが、終わってみれば日本人選手で出場したのは松井一人だけという事態にもなりかねない。選手が理由なくサボる形での不参加となれば反発も出るでしょうが、大谷選手には手術明けという明確な理由があるのも事実。韓国でも大谷選手の人気は凄まじいだけに、不在なら現地の落胆ぶりは想像に難くありませんが、あくまでも大谷選手の体調を最優先で出場の可否を判断してほしいですね。皆さんは韓国で行われる開幕戦に大谷選手が出場すると思いますか？ぜひコメントをいただけると嬉しいです。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。